やっぱ後ろのところはボードに関してはちょっとやっぱあなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファアルファホビー,ーでですねはいえー、次ですねはい、はい、えー、やっぱりねこの皆さんがうん 一番気にしてるかもしれない。一番気にしてるかもしれない。やっぱ一番最初に私たちもよぎりました。はい。今日の部長の勝負パンツは何色なんだと。<laughs> みんな一番気にしてるところですね。はい、何色ですか。<ー>部,長部長の勝負パンツはノーパンです。ノーパンですか。はい。はい。もうなし, <laughs> <の>なしです。はい。あの一応あの消費税が低いとはいう<ッ>女性の方も見てますので <laughs>。 はいはい、勝負の時はなしです。はいなしですか。はい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 ですね。はい。俺ね、そうそう気になるところ。はい。なんかちょっとブツブツ入るな。もうちょっとこれマイクの位置が良くないかな。はいちょっと。えらい焦ったなって言われてるぞ。はいごめんなさい。はいはいごめんなさい。はいはい。ちょっと今まあ本当にマイクの調子が悪かった。はい。でえっと要は二八二百 ね、2八200とこれ,これですよこの子との比較ですはい、はい、これ嫌が嫌が王でもね、はい、タムロンさんは違うんだとね、はい、もしかしたら言うかもしれません、はい、もしかしたらね、はい、この子とは違うんですと言うかもしれませんがはいはい嫌が王でもこの子との比較になりますと、はい、分からないよなんどこ情報もないけど2八200の二型が出なくてこれが実質2八200の苦型か,かもしれないし わかんないんだよ、はい、これマジわかんないマジわかんない本当にうん,うんわかんないはいそこなんですよねはいうんはいまあ、その二八二百万はやっぱり最初にやっぱきよぎったのがまあ後ろよりもやっぱ前のところですよも本当便利ズームっていうところではある程度の広角のところから、えー、うん望遠寄りに 使える部分が、まあ、まあ200 300 400, まあ、400使えたら仕事、うん、す,すごいけどまあ、その辺のところの焦点距離で、うんえー、まあある程度1本で済ませる、ね、まあ、F 値はちょっととりあえず置いといてもそこの焦点距離の部分で皆さん便利ズームっていうのをまあ、昔からこゆなく愛してで、特にまあ、タモロンさんはその辺のところではね得意なんですよ。得意中の得意なののななで、で、うん、はいなので。まあ、 ね、じらしてもあれなんで28200最初ちょっとフライングで画像出ましたけど打ち合わせの画像が出ちゃいましたけどはいニッパー200との比較はいそこをねはい、はい、えーっとねロ,ローガンズなんでねちょっとね画像が非常にわかりにくいんですけどえっとはいまずニッパー200はい <laughs>、はい、ジャブから。 大きさはい大きさでございますはいまだね外装外装はねもうほぼ一緒っすよねはい一緒でございますはい、うん、まあ本当に上のねこの繰り出し部分がちょっと違うあとこれレンズ、うん、ちょっとねボディレンズキャップじゃなくてボこのマウントのところのキャップ同じ厚さ変えた これ旧型はほら分厚いじゃああ一緒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 に合わせたんだうんうんじゃあそうなんだね一緒今もう全部タムロンさん新しいあのそう薄型のキャップになってますマウント側のキャップ全部薄型なので昔のやつはねちょっと厚いんですけどもちょっとね高さがあるんですねはいまあ参考程度に切れちゃいとの比較ですね作例にもありましたけどもはいはいまあえっと1.8切れちゃいくらいですかねはい そんんなもんですねはいはいはい、はい、そのぐらいですね、まあ、非常に小さいですねはいで繰り出しが全然ちょっと変わってきますね、うん、はいやっぱさすがここがやっぱり3 0 0ミリの違いね、うんはい、200とは違うのがよ200とはという感じでやっぱりグンと出てきますからねそこはあのも、ーえー 昼間のライブでもちょっとやりましたけど私が18300と比べたときに18300もほぼ一緒の繰り出しでございますうんうんうんはいそうですねはい、はい、だから手元に18300ある方は同じ長さだと思っていただいて結構ですはいはい、はい、まあこういう形でねちょっとね大きさの方からではいえー、28300と28200ね早速じゃあさあこっからが本番でございますよ、はいえー ちょっと手元にある、えー、ちょっとあの一番左のあの某あの夢の国のキャラクターは本当は撮った後に気づいたよちょっと怪しいなと思ったけどまあ許してくださいはいはいなるほど <laughs> はい撮った後に気づいたそす、ね、はいあのこれセンス、はい、センスセンスティブなはい。 ね、あこれポップコーンケースです、ポップコーン入れるやつですので、はい、ポップコーン、ねはい、ポップコーンに入っている宇宙飛行士の模型、はいはいはい、です,、はいですで、これはポップコーン入れるやつです、はい、はいはい、ポップコーン入れですね、はい、ポップコーン入れでございます。で、えーまあ、これを、えー、28300と28200、右側の青い枠でついている方が28300でございます。 ほぼ同じ条件で、はいえー、レンズを交換して F 値も同じ、えー、と開放とかね、うん、合わせるとまたもう枚数が多くなっちゃうので、もう F 値は全部一緒です、なので、はい、えと28、200に限っては絞っている状態でスタートします。はい、そうですね、もうこの時点でもうすでにお色、少し違うね。はい、そうですね。はい、たけしのお肌の色がちょっと。はい。 違うなとうで一応この 28mm で取ったということで、ねえー、まずご確認ください、うん、で、はい、えっとねこれがまあローガンズ側からえっ、ー、と28200の28200のこれか、うんえー、28200のはいセンター、うん、はい28200のセンターで、えー、F4 で やっております。ちょっと右が、まあ、たい大差ないですね。ほぼほぼ一緒ですね。大差ないですね。若干色味が。やっぱ、ちょっとそう。色味が違う。ちょっと。新型っていうか、まあ、ニッパー二百三百の方が。少しやっぱりオレンジが強い感じがする。はい、少しだよ。ほんの少し、うん。はい。うん、右枠が。 赤は青い枠が28300です,全部,です、ね、全部右側が、はい、28300でございます左側が、ねえー、28200でございます二百ですねはい、はいえー、ちょっと赤いちょっと赤いっていうか暖色がちょっとのるですね、まあ、1080p なんでね、えー、分かりにくいかと思いますけども、うんえー、まあちょっと,と YouTube 変換されてますからねお色が、はい、<laughs> はいはいであと眉毛とかね、はい、目のところの光の当たってるところあたりのディテールを見ればねまあ感想としてはほぼ一緒 ほぼ一緒です、うん、はいまあそんな大差ないというところですかねでまあこっからがちょっと本番になってきますえー、2、はい、8 2二百2 8えっと2 8 2二十八8リ二2 8ミリ,ミリで問題は先ほどのこれのコーナーでございます、うんえー、右上とあ周辺ね、はい、右上と左下 それぞれ、はい、えっと宇宙飛行士と右上のえっ、ー、とカッティングボードの四角のところをちょっと拡大してる、拡大します。うんうん、はい右上これがちょっとフライングで出たやつですね。はいでうん、うん、これに限っては F4 で撮っ撮ると若干ちょっと分かりにくかったので一段絞ってあります。あもうもう F8 でやりました。 はい、なので両方とも F8 になっております。を見ると,うえともうちょっと明らかにちょっと違違うね、はいねねはうんえー、これはもしかしたら、えー、と <laughs> 機械の設定がち、あのー、基本的には、えー、ワ,イドワイドで AFC で取ってたけしの瞳に AF が来ることを確認してえっ、ー、とうんうん、うん のリモコンで撮りました基本的には手ブレをなるべくし、うん、まあメカシャッターですけども手ブレ指のこ,これでねやらないようにリモコンで、えー、と全部80分の1で切っておりますもしかしたらこれ要は周辺が改造して,るしてないんではなくて、うん、そもそも若干アウトフォーカスをしてる可能性があ、ね、背もあるかもしれないそれは分からないですけどこれだったらもっと中心の方を見てみれば分かるんじゃない中心はさっきの ええ、ね、中心。中心のカッティングボードを見てみればわかるんじゃない。あ、そういうことね。あうん。そうすれば、あの、わかりますよね。これでもし、中心の方が改造してたら、周辺が若干甘いって話なので。まあ、けど。ええー、と。まあ、中心というか、まあ、要は被写体の近くですよね。ええと、さっきのね。あ。たけしの顔か。たけしの顔を見ればいいのか。これか。えー、これ。これか。うん、だかこれが。ちょっと見ると、やっぱ。若干、後ろが。 違うんだよねああ本当だねこれちょっとあれだなあの、ま、前ピンの可能性あるね28300の方がうん若干これ見るとうんこれ微妙なところで変わるからねそうなんだよねうんああこれ見るとまあでもうんまあ一緒かやっぱりじゃあ28300の方が若干周辺弱いねこれ見ると気がしますでもう一つう左下ですね左下、はい はいこれが左下宇宙飛行士のところの後ろですね <laughs> ああこれなんかもう変わらんなけど宇宙飛行士のこのポップコーンケースの下側のしし黒い線はしましま、ね、ある程度たけしの目のところにきっとピンと近いからここはあっとらないかわけだよねそう若干ちょっと後ろぐらいかもしれないけど<ー>若干やっぱこの辺がうん,うんけどやっぱ後ろのところは ボードに関してはちょっとやっぱ全然変わってくる。一般にやるのがいいね。はい、光学ははい。光学に関してはそんな感じですね。がちょっと印象的にありました。はい。周辺があったことだねこれ。はい、そうです。センターは何の問題もないです。はい。次でございます。はい、はい、100ミリ。えー、っと一応100、200とやりました。100ミリ。はい、100ミリはもう F8 で統一しております。はい。 も100ミルならなんか色味がなんか変わったこれなんか微妙違わないこれと持ってるけどね色味が色味がめっちゃ近づいてきた、ね、そうですねパッと見た感じ分かんないですね、うん、本当にねこれあのライトルームで左右に表示させたのをただペタッて貼ってあるだけなので <laughs> スクショを撮ってだから嘘偽りなくこう周りの画像を作ったわけじゃないので育児、はい、フもそのままうこう出してくれたやつなので。 はい、うでこれでもうちょっと大きくするとねわかります、ね、100の今 F8 だから100の百の F8100 の F8 はいたけしの拡大ですねはいああもう塗装のブツブツ感まず再現しとるのは日本の役の方だね、うん、まあそ<う>そ大したねえかけどほとんど大したない ほぼ一緒かなほぼ一緒ですねうんまあこれはもうグラデーショングラデーションの会長はにっぱいに焼くのがいいなうん眉毛,毛のところの会長がにっぱいに焼くのが滑らかですねだちょっと色味が若干変わってる気がしますよね変わった気がするしないなんかうん、ねうん、もうほぼ一緒になったんですよこれ,、うん、これ LED で撮ってますから基本的には一緒のはずですではいうん,うん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 うもうん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 はもうほうん ほぼ変わらないと思っていいと思います。安心して、えー、大丈夫ですね。で、次ですね。コーナー。えー、っと先ほどのちょっともう、えー、っとこれ,これを見るとわかると思うんですけど、右上はちょっとあれなんで、左下の宇宙船。宇宙船のポップコーン入れの方のコーナーをちょっと、えー 見せたいと思います。うんうん。これか。はいはい。見ると、えー、100ミ、mm、リちょっと28200の方があ28300の方がエッジが立ってる感じがします。うん、うん。この辺はちょっと若干。 アウトフォーカスの可能性もも、もあありまますけども、まあ、それでも本当だね。真ん中のこの黒いロケットのところが書いてあるところそうそうちょっと違うねうん、うん、だからまあそれでも F8 なんでねん両方ともねはいうん。うんそう28300の方が改造してますだからえ防衛員側に要はテレ側に行けば行くほど <laughs> はい。要は28300が強いそういう印象ですねうん、ボールもそんな感じはいやっぱ撮っててもね撮っててもそうあのなんとなく漠然となんだけど まあさっきちょっとこ、うん、まああのエフ値のやつで何と改めて思ったんだけどやっぱり100ミリ、うん ちょっとぐらいまあ90ミリか80ミリぐらいが撮っててあ結構いいなっていうのを裸になるからなん今あらう見て思ったんだけど、うん、その撮ってて100ミリぐらいから結構、うん、あいい絵が出てくるっていう風な感じが、うん、やっぱこういうのをちょっと見るとそうなのかなっていう感じは、うん、まあちょっとこういう先入観もねだからこれはあくまでも一番最後にありました。うん、えと体調崩す <laughs> え 体調崩してからやったんで私なのでギリギリです本当にギリギリにやりましたはいーでえー、っと今これで100終わったね100終わって、はい、次です200ミリかなはいこの辺結構変わってくるよこれ200これ撮ってるけど200ミリで結構違うからねはい200ミリはいえーはい、200ミリのまあまあ変わんないですねはい これですねなんかやっぱり色味が一緒になってきとるかそう指、ね、したらちょっと28300の方が少し青い気がするなそうだねちょっと明るいよねも,もしかしたらね青っぽい青白い感じ、ね、そうだってあの宇宙船のひ左のこの白いところの色が違うんだよあ違うよね、うん、だからなんか逆転しちゃってるっすねこれねなんだろうなうんでえっ、ー、と二百二2 0 0の。 これ、ニッパー200の良くないこれちょっとね気はするけどこれもしかしたらピントのあれがあるかもしれないですけどね。まあけどもうこれも微妙なさもうほんとここまで拡大しないとっていうレベルなんで。 凹凸の出し方がやっぱり2パー200の方がやっぱり正確ですね、うん、この塗装の粒っていうかねそうですねボコみたいなやつまで出てるけど200300は若干そのライトルームでテクスチャーをちょっと下げたような感じになってるよねうん,うーんで最後ですねはいえー、200の宇宙宇宙船 全然違うねこれ明らかに違うっすね明らかに違うっすねそれはッパー200はもうもうマックスまで足すもんねだから200ミリが2 8 3 0 0はまだ途中だからねはい途中一番おいしいとこぐらいもしかしておいしいとこぐらいですよねそうだね一番おいしいぐらいかもしれないねこれはもうああこれ違うなこれこれはもう明らかに違いますねああえて増エテが出たっすね多少エ アウトフォーカスも可能性もあったとしても、まあちょっとその辺が出るかなっていう気はします。この周辺のコロは立派ですよ。はい。うん。はい。なるほどね。はい。まあこういう形でちょっとね、二八、二百。うん、はい。まだちょっと時間。